ーの大人のね社交辞令かもしれない。でも、はい、そして先ほど VTR 参考に登場、はい、今ね映ってますの、はい、チャナティップ選手ですけどね、今日のゴールに向けてあれをちょっとね一緒に考えさせて、あれを考えさせて、あれってあれです、また何かやらしたんですか。はい、こんにちは、チャナティップです。北海道コンサドーレナマラよろしく。タイの国民的ヒーロー、チャナティップ選手、昨シーズン加入するとスピードと高いドリブル技術を披露、そして先日のセレスト戦で来日、嬉しかったですね、初ゴールをマークしました。あの初ゴールの感想はいかがでしょうか。ゴールスリチャイリチャイ、北海道に来て、なんかこう美味しいものっていうか好きになった食べ物とかありますか。ジェンギスカン、ジェンギスカン、ジェンギスカン、焼肉、焼肉ね、ジェンギスカン、焼肉、ラーメン、ナマラ、美味しい。いいですね。日本全体で流行ってる言葉があるんで、ちょっとそれあのお教えしたいと思います。まさか。お願いします。そうだね。そうだね。やらしたの。せっかくでも覚えていただいたんで、ちょっとあの一つあの応用編というか会話したいんですけど、今度の長崎戦ではゴールを決めたいですか。そうだね。言わしてんの。優しいでしょ。かなり優しい。やってくれるんですよね。ジャナは。かなり優しい。そうだねに。サポーターの皆さんの前でまた次ゴール決めたらね、ちょっとこうゴールパフォーマンスなんかこう。していたらいかがかなと思うんですけど、せっかくタイなんで、はい、あのキックボクシング、まあまあまあタイがそうですね、タイもタイだね、あのさ好きじゃないけど、好きじゃない、好きじゃない、好きじゃない、まさかの好きじゃないという、残念ながら却下に。ちなみに本人のお気に入りを尋ねてみるとこんなパフォーマンスでした。最高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 。じゃあ次あの結構喋ってる。じゃあそれで今最後練習しましょうか。ゴールパフォーマンスを。じゃあ私がさあ、チャナティゴール最高。そうだね。いやこのパフォーマンスがね今日生の映像に戻りましたけども、今日見たいですけど、はい、あのやらせすぎですよ。やっぱねチャナティップ選手本当に優しい方だなと思いますけどね。ちなみにまたまたここで福永メモのお時間でございますけども、また入ります、はい、タイといったらキックボクシング、ムエタイのパフォーマンスという有名な、ムエタイがなんかお好きじゃないって話だったんですけど、なんかねなぜかというと痛いのが苦手なんだそうで、格闘技はどうもっていうところだったそうでございますね。はい、まあでも今日はぜひともまあ新パフォーマンス出るかどうか分かりませんけども、いや出ますよ、出ますかね、調子いいですよ、最高、キレキレやってくれるんだ、ね、忘れてるかもしれないですけど、はい、前に行くんだ、絶対点取るんだっていうのが最後出たと思いますね。はい、ですからそういった意味でも、まあ、その1失点にも抑えた部分もありますし、はい、その相手が非常に走る、そして粘り強いチーム、これに勝ち切ったというのも大きな1勝だったと思います。すごく自信のある1勝じゃないですかね。ほとんどの選手が話をしていたんですが、はい、1勝することによって間違いなくこのサッカー間違ってないということを証明できるんだというようなことも話をしていました。やっぱ結果が出ないとどっかに不安な部分があるんですよね、まあ、このサッカー楽しいし魅力あるし前には進んでるんだけど結果が欲しいんですよ、やっぱりやってる選手は。158センチのまさに小さな巨人と言っていいでしょうか、このチャナティップ素晴らしいゴールでしたね。いや素晴らしい、でもチャナティップだけのゴールじゃないと思いますよ。いいですけど、ぜひお願いします。最高。以上、今日のヒーローはチャナティップ選手でした。ということでいろんな雑音もあった中で今日は勝ち切りました、はい、今日の試合は2対1、北海道コンサドーレ札幌は2得点でした。クイズに正解した方はアプリ画面上にプレゼント応募券が発行されますので、応募フォームから必要事項を記入してご応募ください。ご応募の締め切りはこの後午後6時までです。最高、めちゃめちゃやってくれてますよ。はい、新しいそのパフォーマンスとしてこの最高というのもね、今シーズン何度も見たいシーンかもしれません。でもね、チャナティップやっぱ日本でこう成功したいっていうのはすごい伝わってくるんですよ。はい、などがこう入ってくればまた流れも変わると思います、はい、チーム力が上がってくると思いますね。今日戸倉も決定的なゴールかと思われるようなシーンがありました。いや、まあ、悔しさはあると思いますけど貪欲な姿勢は見られたので次につながるんじゃないですかね。
今シーズンの初勝利を挙げました。チャナティップのホーム初ゴール、今シーズン2ゴール目、貴重な貴重な決勝ゴール。さあ、それでは今日の試合ハイライトで振り返っていきましょうか。ここからはロッカールームでお送りします。では今日の試合ハイ